北アイルランドでイギリスによる支配に抵抗するカトリック教会。おはよう。おはよう。うわー、今日暇だったら手伝わないか、これ。あ、出かけるから。あ、そっか。おはよう。早いのね。うん、渋谷行くから。あ、水に買うんだ。お姉ちゃんは？もう起きてるわよ。さっきもう自分の荷物まとめてた。姉ちゃんおはよう。おはよう。脱出の準備は？もうちょっと。そっか。寂しくなるね。楽になるんだよ。金足りる？念のためあげとこか。余ったら後で返してもらうから。足りるからいい。フレンチトースト作ったんだけど、今食べる？うん。どうかしたの？すっきりしない顔して。変な夢見たからかな。うん？どんな？忘れちゃった。もう出かけんの？うん。今日試合だっけ？マスターズのね。50メートルの平泳ぎと25メートルのバタフライ。頑張ってね。ありがとう。前見た顔しつらないでよ。心配ご無用。じゃ行ってくるね。いってらっしゃい。あなた、行ってきますから。お、頑張れ。会ったことのないデムの男がとても高い山の中腹の小道で看守にキノコ取りをさせられている。何か修行のようでもあるし、罰のようでもある。キノコは見たことのない形でシューマイに似ている。非常に乾燥していて表面に粉を吹いている。2箇所でキノコを採取した後、デブの男は岩山に張り付いているサソリを見つける。小型の赤と緑のサソリ。こんなことやってられませんよ。刺されたら死にますよ。デブの男は看守にそう訴えるが、紺色の制服の看守は聞こえないふりをして知らん顔している。世の中のものは唐突に変わる時がある。男も女も大人も子供も。お父さんだって2回変わった人がいる。生きていた人もある日お墓や写真に変わる。目に見える形がいつの間にか消えてなくなっていく。心の中の形も変わっていく。曖昧になっていく。いずれ消えてしまう。ただ変わらないと思っていたものも変わってしまう前に終わっているだけかもしれない。私は変わってしまうのだろうか。変わっていけるのだろうか。これは考えたところでわからないのが分かった。世の中のものは必ず終わっていく。人の気持ちも終わっていく。中学の友達も終わっていく。しかし新たな環境は新たな友達を作ってくれた。世の中は同じことの繰り返しなのかもしれない。でも私は消えてしまうもの、移ろいゆくものの今をつなぎ止めておきたいと思う。そのためにカメラを手にした。行ってくるね。ああ。決められた時間を守り、決
決められた場所を結ぶ乗り物、連れて行かれるという感覚、毎日が昨日の繰り返し、明日が今日と違うとは考えられない、ものすごい不幸もものすごい幸せもまだ知らない。いいじゃんそれで。今無理して海外旅行行ったり、高級レストランでうまいもん食わなくてもね。うん、友達同士でこうやって気軽にご飯食べたりさ、遊びに行けたりするのって今だけだもんね。うん、そうだよね。でも美味しいものはいつでも食べたい。賛成。食べよう、たこ焼きください。そう、大人になってからでもできることをやったりするほど、私たちはのんきに生きてはいない。ところで渋谷という街は井の頭線のトンネルを抜けたところにある。だから開放的で私たちが集うのかもしれない。まあ多分関係ないと思うけど。私はこの街を売れ、問題ならば日本の足を支えるべきはコードだ。ここなんですか。暇なんでしょ、ね、これがどこ行くの、ね、お茶しない。あそこにさ車止めてあるんだよ、ね、あのさホンダのさ NSX って今知ってる、あのさあの受注生産なんだね。あの色を見てよ、ちょっとね、ちょっと、ね、あのお茶お茶、あの30分で行くからね、ちょっとね。あ、中学3年、最初の彼氏と別れた後、テレクラにハマったことがある。テレクラの個室って狭いんでしょ。どんなお仕事してるんですか。物書き。業界の人なんですか。そうなんですか。あ、いいですよ。うん。で、そいつと会ったの。怖くなってすぽかしちゃった。赤い帽子かぶっている人見ると未だにドキッとする。よく取るよね。お金続くの。つかない。かなり厳しい。やっぱ、うん、かわいいね。はい、チーズ。あー、かわいくない。おかしい、おかしい。ねえ、君たち飯付き合わない。お小遣いあげるから二人で1万ずつ。名刺見せてもらえます。繰り返すね。いいですよ。しゃぶしゃぶは味噌だれで食うとうまいんだ。ほら、いいぞ。うん、食えよ。ところで君たち何年生？あ、高2です。うちの娘より一つ上か。娘さんいらっしゃるんですか。いるよ。高校生。精神女学院の高等科に通ってるんだけどさ。すごい名門だ。たまいいんですね。まだ1年だけど英語のスピーチコンテストで全校2位になって表彰されてさ。すっごい。すごい大したもんだ。おまけに俺にで、ね、すごい美人でさ、学校では広松涼子にそっくりだって言われてんの。知ってんだろ広松。いいか。この店のタレ美味しいよね。うん、美味しいね。時々覚えたての豪華なディナーをご飯が披露してくれるんだ。うまいんだこれが。すいません。お前らな。ウーロン茶2つ。お前らな、そうやって人の話を真剣に聞かないからダメなんだ。なお一つ、私たちダメですかね。ああ、ダメだね。
今の10代の終わりの時期が人生でどれだけ大切なのか要するに分かってないんだ。もっと真剣になって何か探せよ。今のうちに何か出会っておかないと、ろくでもない大学行って、ろくでもない就職して、ろくでもない結婚する羽目になるんだぞ。親父の言っていることは案外間違いではない。ただあんたに言われたくないよと思った。おはよう。おはよう。写真また恥ずかしい。また恥ずかしい。あれ何それ。ああなんか変な用事に捕まっちゃってさ。同じ、うん、なんか端っこ前に親父がいて、貸すから自由に使ってくれって。何それ。で夕方ぐらいにも返してくれればいいからって。変だよね、うん、それでできるだけ若い男の、うん、私と同い年ぐらいの男の子からのコールバックがたくさん欲しいからって、伝言ダイヤルにメッセージ入れてくれって。そうじゃないの。返してこようか。いいよ別に。いいか。いやだって親父のなんでしょ、うん、だったら親父が払うんだから肩書きいっぱいしちゃおう。暑いとさ、なんか変な人増えてくるからね。出してつけ込みやすいタイプなのかな。嫌な顔せず頼まれたことをこなしていくナオはいいなと思う。その彼女がパソコンにはまった。もう一つナオが捨て身でトライしていることがある。ダイエットだ。でも私は今のままのナオが一番可愛いと思う。ダメ、もっと痩せないと。そうか。でもこれでもね、いろいろ頑張ってるのよ。何よ。夜のご飯を減らしたり、食べなかったり、時々ジョギングもして、マックスよりはね、7キロも減った。嘘。でも全然まだ。ずっとずっと。すごいね、偉いじゃん。頑張んないとね、でもまだまだ。別にいいじゃん。でもひろみさ、ほんと細いよね。全然太らないの。羨ましいな。でもね、細いだけで全然色気ないって言われんだよ。誰に。今の彼氏。だって日々なんて節が太いだけだし。いつもボキボキってやってるからね。タラバガニの足みたいだって。いつれ彼氏が。そう、お姉ちゃん。嘘。あー楽しい。何がそんな楽しいのか分かんない。ずっと笑ってんの。ねえ、二人とも学校に帰り。見たらわかるよね、そんなのね。ねえ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 、お小遣い欲しくない。あ、そんな言い方しちゃったらいかにもだよね。ねえ、バイトのつもりさ、付き合ってくんないかな。うちの食事付き合ってくればいいんだけど、あのこの近くにね、マンションがあって、そこで僕の作った手料理を。はい。マンション、ご飯だけでいいんですか。そう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 、ほら、僕は作るだけ。私作る人、あなた食べる人。あ、古いな、僕も。あ、一人5000円でどう。6000円にしようか。7000円。もう涼しくなったでしょ。扇風機止めてくれた。スイッチオン。パワーオン。手を洗います。手を洗ってるよ。あの、何かお手伝いしましょうか。いいのいいの、お客様は座ってて。はい、お待たせ。よっよっ。ほい。おいしそう。これ全部今作ったんですか。昨日の夜から準備したんだよ。特にミーネストローネなんかは1日置いた方が美味しいからね。ほい。これこれ。このモッツァレラトマトには普通オリーブオイルとワインビネガーをかけるんだけど、僕はね、クルミから作ったウールにすし酢を混ぜて、それにちょっとお塩をかける。トマトとナッツはよく合うんだよ。あ、食べて食べて。
ただきます。あ、モッツァレラの上にかかってるのね、くるみのみじん切りなんだよ。意外だね、意外だね。あの普通のお肉のカルパッチョのソースには卵黄が入っているんだけども、最近蒸し暑いでしょうね。今年も大いちごなのが入って怖いから生のお肉はちょっと嫌だね。だから今日はカツオを使ったんだ。卵黄入りのソースはカツオにもよく合うかな、どうかな、どう、おいしい。おいしいです。よかった。たまにね、こうやってパーティーやるの。僕が料理を作って参加する人はワインを1本持ってくる決まりになっててね。でもパーティーなんかそうしょっちゅう開けるもんじゃないでしょ。え、また吉村のパーティーなんて思われたらアウトだしさ。だからそうだな、せいぜい 2,3 ヶ月に一遍ぐらいかな。でも急に凝ったものが作りたくなってね、お肉なんか和牛のグラム3000ぐらいのやつ買ってきたりなんかして、香草焼きなんていう凝ったものを作ったりするんだけど、一人だとこれが精神に良くないんだよ。何回か作ってみてダメだって分かったんだけど、うまくできればできるほどダメ。なんでだと思う？誰にも食べてもらえない料理がテーブルの上でどんどん冷めていくのを見るとね、僕死にたくなるんだよ。パーティーはいいよね。一人になった時もこの部屋でみんなが楽しくやってた時のことを思い出せるしね。二人が帰った後だって思い出せるし、こっちではひろみさんがミネストローネを食べていたねとか、ダイエットは？そっちではなおさんがポトフを食べていたねとか、一人になった時も思い出すとなんかいいんだよね。あの、いいよ、そんなに無理して食べなくても、他にもいろいろあるからね。取る枚数が多いと使い捨ては不経済だった。だから援助交際のお金でカメラを買ったけど、ナオのパソコンは違った。貯めた小遣い全部と引き換え。なんかさ、そういうの嫌じゃない？16歳の女子高生です。今日暇なんで一緒にこれから遊んでくれる人探してます。コールバックよろしくお願いします。こんな感じだよね。いいんじゃない。じゃあ次ヒロミやってみて。私、はい、ゼロ押せばいいんだよね。うん、今16歳です。でも胸とか全然ないし痩せています。胸がちっちゃい子とか、そういう子が好きだっていう物好きな人がいれば、伝言入れといてください。お願いします。ちーちゃん来たよ。はよ、ちーちゃん。はよ。熱い、熱いちゃったよ。もう焼けちゃうよ。焼けちゃうね。あ、さっきサチから便入ってちょっと遅くなるみたい。何ニヤニヤしてんの？あのね、ナオがさっきコモの親父から携帯預かってさ、なんか伝言ダイヤルに若い男の子たちを集めるメッセージを入れてくれって。変な親父だね。ちーちゃんも入れてみてよ。ゼロさんはメッセージ入るからさ。あ、もしもし、高2で17歳です。今ちょっと彼氏と別れちゃって辛いかなっていう感じです。とりあえず暇なんで誰か相手してください。待ってます。難しいよね、どうしても無駄になっちゃう。ネイルサロンに行けばいいじゃん。でもあそこって結構するよね。だからやってもらって、後でそれを参考にして自分でやるの。うん、私が行ってたお店紹介してあげようか。うん、 JJ とかでも紹介されてた店だから結構いいよ。ありがとう。で、最近彼氏とどうなの？もうすぐ別れんじゃないかな。なんで？結構ランク高い子だったじゃん。前はそんなんじゃなかったんだけど、今会うとやらせろって言うし、キスマークつけられちゃうし。見てよ。その上、声を聞きたいときは留守番電話サービスセンターに接続します。そして聞きたくないときは、で、ピッチは募集？彼氏は何て言ってた？笑ってた。最低。だったよね。ひろみって一人で援助交際したことなかったんだっけ？うん、
ないよ。私何度か最後まで行ったことあるんだ。ちーちゃんはこのことを他の二人には話していない気がする。だからこの話題は二人の時だけの秘密となった。なおにも小さな秘密があった。それってフェイクだよね。うん、フェイクでも親にバレたら超まずい。ちょっとそのまま許容してよ。でもね、いつかは本物レオと思ったんだ。おかしい？サチにも秘密はあると思う。って思ってたんだけどね。そんな気持ちは消えてしまっていた。自分に合うのかって分かんないよね。匂い嗅ぐのは他人だからね。だからさ、自分で使ってみて人からいいねって言われたものを使えばいいんじゃないの。なるほどね。さすがバツイチ狙いは違うね。じいちゃん大人ですね。もちろんバツイチのおじさんにマジで恋してたり、一人で援助交際できるからといって大人だというわけではない。ほんまやろ、ほんまやろ。でもさ、知らない親父でもさ、感じるとこ触られると結構感じちゃうんだよね。下ネタで盛り上がった夜がある。臭いな。性欲というのは心や気分に左右されるもので、それは自分だけじゃなく他のみんなも同じなんだと知った。朝遅く目覚めて、あそこが濡れててなんとなくムズムズして、そっと触ったりすることはある。でも起きて顔を洗ったりフレンチトーストを食べたりするうちにムズムズは消える。そうではなくて心と肌が妙に冷えるというか、自分一人だけが取り残されている感じで、しかも女の子の友達とのおしゃべりではそれが埋まらないと感じる時があって、そういう時には彼氏と抱き合えたらいいなと思う。ただエッチをしたいというよりも静かに裸で抱き合いたい、お互いの肌の感触や体温を確かめたいという感じの方が強い。それが私にとっての性欲だ。性欲？そんなに踊ってれば忘れちゃう。オールでクラビングするのに少し飽きてきた頃、サチはダンスを習うようになった。おいちさ、おいお前ビート聞いてんのね。ちゃんとやれよ、ちゃんと。小さい踊りがちゃんと踊れ。すぐに嫌になっちゃうよと言っていたのに、半年経った今でも続けている。私学校辞めるから、一学期いっぱいで。え？嘘。辞めてどうすんの？ダンサーになる。オーディションに受かったの。事務所にも入ることになったし。突飛な話よね。ううん、ずっと前から考えてた。でもプロのダンサーって4とか3のとか必要じゃない？そんなの心配してもしょうがないでしょ。お父さんとお母さんは？お母さんはまあ言われたけど、お父さんは基本的に何も言わない人だから。それに学校は
あんたたちと会うためだけのとこだったからね。チャチ踊り好きだし、いいんじゃない？でも、卒業してからでもいいんじゃないの？こういうことはさ、即断即決じゃないとね。私、自分には何もなくってすっごい焦ってた。この先ずっとやっていけるもんってなんだろうって。ダンスに出会ってこれだって思ったんだ。あと1年数ヶ月経ったら、あの時はガキだったなとか青かったなとか、まあいいやっていう風に変わっちゃうと思うんだよね。私って流されたりもするからさ、それがすっごい嫌なんだって思うと、今しかないから。その通りだと思った。大切だと感じたものでも、たった一晩で平凡なものに変質してしまう。いつかアンネの日記のドキュメンタリーを見たことがあった。恐ろしくて、でも感動して泣いた。よかったね、うん、自由に外歩けるってさ、本当は大変なことなんだね。ベッドに入ってからも、だからあれのことを昔アンネって言ってたのかなとか、いつかオランダに行ってみようとか、いろいろ考えて心がぐしゃぐしゃだった。でも次の日には心がすでにつるんとしている自分に気づいた。自分の中で何かが澄んだ感じになっているのが不思議で嫌だった。ダンサーになる決心をしたんだと思う。自分の何かを終わらせて。振られた？うん。ちーちゃんも恋を終わらせようとしていた。結構イケてたのに。うん。そう思ったんだけどね。高2だってバレちゃったらそれっきり。20歳以上37歳未満じゃないと相手にできないって。そんな年齢制限や賞味期限のあるやつなんてこっちから願い下げじゃん。うん、そうなんだけどさ。そうなんだけど、ちずっと背伸びし続けてたからさ、お母さんの手前でも、もう無理しなくてもいいじゃん。もちろんちーちゃんの辛さは本当はわからない。ただ4人は全てを話せるから仲がいいわけじゃない。相手が答えたくないことを聞いたり、相手が何か答えを欲しがっている時に黙ったりしないから、4人は友達なのだ。ダイエットしていても、レッスンがきつくても、男に振られても、誰にも平等に期末試験はやってくる。夏休みになったらさ、海行きたいね。行きたいね。幸ももうすぐここ辞めるし。そうだよね、来年受験もあるしね。今年しかないんだよね、楽しく過ごせる夏は。最後の夏になるのか。行こうか、海。行こうよ、海。うん、行こう行こう行こう。新しい水着でも買っていくか。いいじゃん、ひろみなんて貝殻なんて似合いそうだよ。ヴィーナスみたいにさ、好きにしたらいいの？貝殻持って貝殻？え？そうそう、どこにつけるの？どこにつける？貝殻！ツーリングって意味ないと思うな。あー、わかる。あれって砂で見えなくなっちゃうから。目立たないんだよね、意外に。海は時計とか目立つよね、指輪とか。こことかここ ね、指輪か、似合うのかな。時の流れは
いつも無理やり物事を終わらせてくれる。期末試験も終わった、一学期も終わった、幸の高校生活も終わった。申し訳ございません。閉店でございます。よっちゃんいいわよ。いらっしゃいませ。ネイルケアですか？あとカラーリングも。どうぞこちらへ。どうぞ。どういった感じにいたしましょうか？初めてなんですけど、指や爪の形がかっこ悪いんで自分じゃうまく塗れないんです。だからもっと見栄えがするように。ちょっと失礼。ファイリングで綺麗になるから大丈夫ですよ。まず爪の形は、そうね、高校生でしょ。オーバルがいいわね。丸い感じのやつですよね、確か。ええ、あなたにぴったりだと思うわ。じゃあそれお願いします。どう、いかがでしょうか？すっごい、自分の手じゃないみたい。あなた少し前に店の前まで来て帰っちゃったでしょ。はい、覚えてたんだ。夏休みどっか遊びに行くの？友達4人で海へ。あ、来た来た。ちょっと観察してよっか。あ、意地悪なんだ。なんか一人だと寂しい感じするね。なんだよ、自分たちだけ数字を蒸しやがって。本日、南関東地方は北からの高気圧に覆われ、現在快晴、気温29度、湿度 46%、風速東南東の風 5.5 メートル。あっと涼しい。すごい機械だね。暑かったよね。合わせてね。やだね、こんなまビルマンからさ女子高生狙ってるのさ。制服の実態っていうの。そうそうそう。ない。ありがとうございました。もう決めたの？ちゃんと練習してきたからさ、ちょっとね。ちょっとね、これどうかな。いいんじゃない？本当に？多分ね。迷ってるんだ。三角ビキニにこだわってんの？あのね、もっとね、こうタイタン。いいんだよね。でもさ、私稽古いからさ、あんくらいのカットだと楽なんだけど、波とかで擦れると、下手すると、まあとりあえず時間かかっちゃうんだよ。じゃああれにすればいいじゃん。でもさ、お前は剛毛だからこれにしろって言われてるみたいで、ちょっと尺で。誰に言われてんの？剛毛だって。神様とかそういうの。ヒロミは？アクセの店行った、珍しいね。サチ、どう？似合う似合う。ちょっと、ちゃんと見てよ。あった。いらっしゃいませ。こちらの指輪ですか？はい。よろしければはめてご覧になられます？お願いします。チーフ、こちらのお客様が。いらっしゃいませ。こちらのトパーズを。少々お待ちください。すいません。お願いします。どうぞ、お手に取ってご覧ください。心がドキドキする。心がドキドキする。まるで初めてのキスの時の目を閉じた瞬間のように、初めて彼氏の裸を見た時の緊張のように、
心がドキドキする。ひろみ？どこだ？あ、いた。何見てんの？どれどれ？なんかいいよ、あった？似合うよ。あれすごい綺麗。見せて。ここだけ別世界。見せて。失礼します。あの、それ値札が。特別価格でございますので値札は取り外してございます。今ですと128,000円でございます。ここって何時までですか？夜9時閉店でございます。ひろみ、今すぐ欲しいんじゃないの？あの親父まだいるかな？ん？ああ、あの親父って？下にさ、妙におしゃれな親父がいてさ、一緒にしゃぶしゃぶ食べるだけで二人に5万ずつ払うとか言ったよね。いない。あの、あ、何？さっきしゃぶしゃぶ食べたら2人に5万ずつ払うって言いましたよね。うん。私たちと4人でカラオケで12万ってどうですか？あ、いいよ。で、確かにお金あるってとこ見せてもらえます？うん。知ってるのかな？知ってます。近くにいいと思います。ああ、それとね、それの他にちょっとお願いっていうか頼み事があるんだけど。何ですか？カラオケでいいよ。ここじゃちょっと言えないから。体に触らせてとか胸にしてっていうのはマシですよ。あ、そんなことじゃないって。違う違う違う、そんなことじゃないから。カラオケでいいよ。ちーちゃんやさちが何をしているのかはわかる。その気持ちは嬉しい。でも何かおかしい。苦しくても真面目にも生きてゆける気がしたよ。いつかあの場所で君と巡り会いたい。聞いてもいいですか？うん、掛川。掛布の掛にね、三本川って書いて掛川。じゃあ掛川さん、うん、掛川さんの本当に好きな歌を歌いましょうよ。本当に好きな歌って？だから、あの、今風の歌じゃなくて。でも俺結構知ってるよ。知ってるでしょ？ね、うん、私たちだって知ってますよ。あの、歌の大辞典とかで。どんな歌？だから、アルフィーとかチューリップとか。チューリップ知ってんの？知ってます。へ、なんかね、私たちの好きな歌ばっかりじゃ悪いしね。そう、じゃあリクエストしようかね。どうぞどうぞ、うん、リクエストしてください。シミもやなことは早く済ませたいんだろうね。うん。しかしのどかな時代だったんだね。あんな歌が平気でヒットしてたりしたんでしょ、うん、いい時代だったんだね。今あんなんだったらさ、気分は超ウルトラスーパービリーバッドで死んじゃうよ。何も怖くなかった。ただあなたの優しさが。キックの何聞いてんの？さっ
きの伝言である。他の女の子のメッセージってどんなんかなと思って。結構すごいよ。雑誌のだ。ちょっと待ってて。あの、なんかさっき私たちに頼み事あるって言ってましたよね。頼み事？あるよ。何ですか？いや、いいよ。せっかく盛り上がってんだからさ。ね。もうちょっとしたら言うから。雰囲気とか大事にしないとね。次の伝言をどうぞ。こんにちは。17歳の女の子なんですけど、援助交際してくれる人を探しています。希望としては30代か40代で4万円ぐらいで援助交際、援助交際を指定します。なるべく早く連絡を取りたいので、連絡先を入れて電話を返してください。メッセージください。待ってます。今日28歳の終わりです。援助交際を決めています。16歳の女子高生です。今日暇なんで一緒にこれから遊んでくれる人探してます。コールバックよろしくお願いします。こんな感じだよね。今日午前10時12分です。次の伝言をどうぞ。今16歳です。でも胸とか全然ないし痩せてて、ね、ちっちゃい子とかそういう子が好きだっていうもの好きな人がいれば伝言入れといてください。お願いします。今日午前10時12分です。早ければ次の伝言をどうぞ。もしもこんにちは、17歳です。今ちょっと彼氏と別れちゃって辛いかなって感じです。でとりあえず暇なんで誰か遊んでください。待ってます。次の伝言をどうぞ。どうした？ひろみ、ひろみ、これマスカットだよ。手のひら出して。皮は剥かなくていいから、くちゃくちゃって何回か噛んで手の上に吐き出して。あんまりぐちゃぐちゃに形が崩れるほど噛んじゃダメだよ。じゃあ君から。名前を教えてよ。いや、本名じゃなくてもいいんだ。適当な名前を自分で考えてそれを言ってよ。塔の波へ。ご褒美。じゃあ次君ね。高校も同じだよ。自分たちで他の学校の名前を言ってよ。都立青山、柳沢智美。名前はね、ちゃんと考えるんだよ。
変な不自然な名前とかものすごくありふれた名前とかはダメだよ。実践女子学園2年伊藤美雪。本名じゃなくてもね、自分で考えた名前は自分の名前なんだよ。わかるかな？それは別のもう一人の自分の名前なんだよ。私たちは誰もあの男の話題をしなかった。別にタブーにしているわけではないし、援助交際をした事実が嫌で忘れようとしているわけでもない。あの中年男のことは理解できないし、理解したいとも思わない。だから話題にしたくないだけだ。ただこの世の中には女子高生が噛み砕いたぶどうを12万で買う人間がいるという情報は私たちに残る。はい、これ。みんなで分けない？どうしたんですか？ひろみがお金みんなで分けようって。なんで？わかんない、意味不明。欲しいんでしょ、あの指輪。じゃあ受け取ってよ。だって。だって何？どうしたの？怒ったりしないから言ってみ。ひろみ、うまく言えないんだけど、けどみんなでカラオケとかしてもらったお金だからみんなで分けた。みんなの気持ちとかすごく嬉しいし、でもずっと友達でいたいし、みんなのことすごい大事だし、でもなんて言っていいか。わかんない私ひろみが言ってることなんとなくわかるんですけど、この時私はみんなと対等でいたかったんだという言葉を後で見つけた。でも惜しいよね。すっごい似合ってたのにね、あの指輪。いつかそのうち買えるよ。私買うよ、今日買う。そっか、そうだ、これ使いなよ。いいな、ナオ。借りもんだろそれ。借りたものは必ず返すのがナオのポリシーなんじゃないの？いいの、これはいいと思う。はい、ノートパソコン持ってて割とおしゃれな用事だったから、ハチ公前にずっといるって言ってたけど、まあいなかったらその辺に置いてきちゃえばいいよ。うん、ありがとう。どうやって指輪を買うのか
ヒロミ、なんかあったらすぐベル入れるんだぞ。カメラとか写真とか撮ろうとするのがいるから、そいつの持ち物にも気をつけないと。うん。ね、うん。バイバイ。頑張れよ。どうやって指輪を買うのか、援助交際以外に方法なんかないことをみんな知っている。やりたいことや欲しいと思ったものは、そう思った瞬間に手に入れようと努力しないと必ず自分から消えてなくなる。あ、はい。もしもし、なおちゃん、もしもし、もしもし、なおちゃん。いえ、あの、友達です。なおちゃんは今別れたばっかりです。あなたは？ひろみです。ひろみちゃんね。なおちゃんの友達なの？そうです。あの、なおちゃんからいろいろ聞いてるかな。え、はい。うん、それでね、どこからか他に電話かかってきた？いいえ。そう、うん、じゃあ分かった。それで若い男の子からメッセージ入るように伝言ボックスたくさん作ってくれたのかな。はい。ならいいんだ。つまんない用事で今三社の事務所にいるの。渋谷に戻るの夜になるのよ。はい。だからそれもう少し扱ってもらってていいかな。自由に使っていいよ。いいんですか？うん、いいよ。それでね、よしおってここから電話あるかもしれないの。はい。事務所においでって伝えてくれます？待ってるからって。わかりました。ずっと待ってるのに来ないんだ。そうですか。なおちゃんは何してんの？あの、あ、ごめんなさい、ひろみちゃんだったね。で、何してんの？ちょっと。そう、じゃあ頼むね。お色気のある方が。もしもし、僕はキャプテンです。今夜遊んでくれる人をね。ね、キャプテンがお金きちんと払うんでね。ボールと一緒に回ってます。じゃあね。
30代前半の独身男性です。こちらエッチに関しましては、自信のある方ですね。何回も、何十回も立たせる自信があります。興味がある方、いつでもお電話ください。一緒にコンビニに買い物に行ってくれる女の人、それで条件は若くて綺麗な人、男が振り向くような人を求めます。夜勤があるので7時まででお願いします。あ、怪しいものではないです。本当に綺麗な人だったら5万大丈夫ですので、よろしくお願いします。私の名前はひろみです。ひろみと言います。今16歳の発信音の後、録音が始まります。終了後はシャープを押してください。もしもし、こんにちは。私の名前はひろみと言います。今16歳の女子高生です。メッセージ聞きました。よろしければ一緒にコンビニに行きたいです。携帯持ってるのでコールバックよろしくお願いします。とあまり遅くなれないので急いでもらえると助かります。身長160で痩せてる方です。お電話お待ちしてます。はい。あ、ひろみさんですか？そうです。伝言入れたものですけど。どうも。今どこにいるのかな？渋谷です。ビブレの近く。どんな服着てんの？高校の制服。制服、まあいいか。本当にコンビニで買い物するだけでいいんですか？レンタルビデオにするか今考えてんだけど、コンビニとレンタルビデオと2つでもいいかな。レンタルビデオで何するんですか？腕を組んでね、これから何見ようかなっていう風にビデオの棚を見るんだけど。でも私は遅くなれないし、ビデオとか見たりするとあれって短いものでも1時間半あるじゃないですか。あ、違う、ビデオを見るんじゃないの。ビデオのね、棚を見るの。それでひろみさんがなんていうか連れて歩きたい感じだったら、お金ちゃんと払います。今からこちらに来てくれるかな？どこですか？山手通り沿いなんだけど、タクシーで来てくれるかな？はい。領収書もらってくれます？あ、子供っぽい感じじゃないよね。少し。あまり子供っぽいとカップルに見えないから困るんだよね。制服だし。口紅濃いめに塗り直してきます。それで悪いんだけど、会ってみてダメってこともあるんで、その時はタクシー代出しますから。名前聞いてもいいですか？上原。だからよ、今時の女子高生は。当お嘆きの方もこれまた多いと思いますが、特にあれだね、親父入ってる人。まあいつの世の中でも近頃の若い者はっていうのはご年配の病気っていうか口癖みたいなのがらしいから、はい、そんなのは気にすることないんじゃないの。もしもし。あ、間違えたみたい。この携帯借りてるんですけど。あ、借りてるんですよ。借りた？はい。あんた、娘？小林の。はい。いや、娘がいるって言っただけど、違う？小林さんって？
小林に借りたんだろ。友達が借りたんで。お前さ、はい、盗んだのかその携帯。違います、そうじゃなくて友達が借りたんです。名前は。はい、友達の名前なおです。まあそっか、なおってクラブアイスで水曜に DJ やってる。はい。あのなおなの。いいえ。どっちなんだよ。高校生なんですけど。高校？どこの？それはちょっと。なんだよ。全然わかんねえよ。え？お前今どこなの？タクシー。はあ、倒すぞこの野郎。もういいや。小林に、俺もう辞めるって言ってくれる？やっぱり辞めるって言ってよ。小林に会うんだろ？携帯返すときにさ。うん、事務所にいるって言ってましたけど。誰が？その小林って人。いつ？さっき。うん、いい。どうせ俺行かねえんだから。あ、それで猫が病気だって言って。猫？うん、小林の猫だよ。子猫なんだけどさ、目から緑色の汁が出ててぐったりしてて、薬とか全然わかんなかったからそのままにしてあるんだけど、あれやばいよ。だいたいあれですね、中二じゃちょっと重さじゃないですか。え、私自分の物差しで着いたよ、ここだろ。領収書ください。お兄ちゃん、上原だけど。どうも。この先のコンビニとレンタルビデオ屋2つ付き合ってもらっていいかな。あのビデオ屋もこの近くなんだけど。あの、よかったらそこ行きません？ここ暑いんで。あ、ごめん、ごめんね。あ、こういうの慣れてないし。あ、女の人と話すの久しぶりだから。あの電話だとはあれなんだけど、こうやってあのそばにいるとなんかと。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。そんなの全然。なんか嫌になってきちゃった。もういいよ。これ約束の、もうこれでいいよ。いいって？もういいよ。なんかもうどうでもよくなってきちゃった。じゃあ、あ、ちょっと待って。やっぱ一緒に歩くだけ、歩くだけ。あ、これ病気なんだ。癖じゃなくて？うん、病気だって医者が言ってた。なんか神経の病気なんだって。こういうのなかなか治んないらしい。なんかこうチックの一種なんだって。チック？うん、
ほらよくあるでしょ、なんていうの勝手にまばたきしちゃったりとか、あと首動かしちゃったりとか、あと舌打ちとか。でも俺みたいななんか珍しいって一生言ってた。電話では平気でしたよね。あの時こう手で塞いでたからさ。それで俺本当久しぶりだったんだ、ひろみさんみたいな女の子が笑うの見たの。うんうんうん5年ぶりぐらいかな。うん、ああそう、5年ぶり。ああ俺のこの癖っていうか病気って結構人に嫌われちゃうんだよね。お前嫌われるのは分かんだけど、俺なんか匂うでしょね。すんごい汗っかきだし。俺夜勤の工事やってるから銭湯に行く時間ないんだよね。ほら風呂入ってからさ、また汗かくなんて嫌じゃない。でも仕事終わっちゃうともうすぐ酒飲んでぐぐ寝ちゃうから、しょうがないんだけど、匂うからなんかみんな寄りつかないんだよね。なんか匂うのって嫌でしょね。俺さ、めったに外出ないんだけどさ、生活上必要だからコンビニとレンタルビデオは行くわけ、ね、それですごくさ、嫌な顔されて、一度警察呼ばれたこともある。どうしてですか？なんか嫌がらせしたと思われたんじゃないの。俺は病気で本当は唾は出てないんだって言った。あいつは謝りもしない。だからさ、俺さ時々本当に唾吐いてやるの。あれじゃさ、女なんかいるわけねえよなって、あいつら俺が帰るときにさ言ってんだ、くせえしって。それで俺伝言入れたの。ひろみちゃんがね、初めてだった、メッセージ入れてくれた。そう、俺さ、ひろみちゃんが笑ってくれた時さ、もういいやと思ったんだ。だからどうでもいいやって、何回も何回も頼むわけにいかないしさ、なんかもういいや、笑ってくれたの見た時。うん、それ病気の原因って分かんないんですかね。分かってるよ、会社の味がすんの。どんな味ですか？クソみたいな味。あ、そうだ、タクシーで来てくれたんだよね。いくら？660円。悪い、細かいのないや。あ、じゃあいいです。あのさ、それ約束だから、あのビデオ屋だけ付き合ってくんないかな、借りて崩すから。いった、ありがとうございます。俺のことを嫌ってる店員が、すいません、今ここにいんだ、あいつ。あいつ俺がビデオを借りるとき全然俺のこと見ないくせに、そのくせ俺のことをずっといつもどっかで見てる。ねえひろみ、ここでさ腕組んで話しようよ。ここでですか？だからね、俺の彼女だって思わせなきゃしょうがないでしょ。あいつ、こっち見てる。見てない何見る？あ、そうだ、お前選べよ。確かに。フリだよ、フリね、たくさんあるからさ、ゆっくり選んで。私が？そう、選ぶの。じっくり選ぶんだよ。棚の端から端、上から下、じっくりと。
それでさ、3本だけ選んで、で、それ借りて一緒に見ようか。それって冗談だよ、冗談。じっくり見て。そうだよね、約束は守んなくちゃね。ビデオ借りて、それで終わりです。禁断の浴場は憧れのイメージ、ナイスシリーズ、チュアデル志望のコンパニオン、先々類、フェアラッシュ、再び中のもの、私は知女、マスタケンデ、モンシャイヤ、ザメンクラブ、私は知女、インザメンクラブ、サンザメンクラブ、4ザメンクラブ、駐車マフトリスト、スーパージー、シリモト、集団、地形の娘は、ハーダイの命、120、地上の嵐、三人原優、浜田久美子、素人の入手、昼下がりの父絞り、クジラ娘、バージンラブ、女子大生、裏切る、異予感通信スペシャル、私、バージン市場、天津の春さん、天津の市場、前も終わり寄付したが、フェミニスト、キッズ、メラチン、説教、素人、女王、私は地上、近く少女、北原、悪かったよ。何やってんだ。ご来店ありがとうございました。病気らしいです。え、子猫病気、危ないって。それ吉尾が言ったの？そうだよね、あいつしかね。じゃあ部屋にはいたんだ。他にはあいつ、他に何か言った？はい、もうやめるって。何を？
辞めるって何を？僕のこと辞めるってことかな。わかりません。もしもし、もしもし。ごめんなさい、非常にショックだったんでね。あの、私余計なこととか。そうじゃないのよ、そんなこと気にしないで。携帯どうしましょうか。もう使わないの？ひろみちゃん、じゃあもうちょっと。いいよ、使ってください。でもなんか悪い。その方が僕も好都合なの。っていうのはね、僕これから一度マンションに戻ります。すぐ近くなのよ。それでとりあえずプリちゃんを病院に入れてきます。あ、プリって名前ね、猫のプリマベーラっていうの。素敵でしょ。それでね、そうだな、ハットフィールドって知ってる？はい。そこの2階、8時頃どうかしら。大丈夫です。少しだったら遅れてもいいよ、僕ハットフィールド好きだから。ひょっとしてほら、吉尾も来るかもしれないし。来ないか。あの、何ですか？猫、助かるといいですね。ありがとう。じゃあね。もしもし、僕はキャプテンです。今夜遊んでくれる人をね。ね、キャプテンがお金きちんと払うんだよね。ボールと一緒に待ってます。じゃあね。発信音の後、録音が始まります。終了後はシャープを押してください。こんにちは、はじめまして。私の名前はひろみと言います。私も もしもし。もしもし、キャプテンです。あ、どうも、ひろみです。ひろみちゃん、ボール君が高2かって。高2です。明治通りをさ、恵比寿方向に行くと並木橋があるの知ってる？ボール君がそうやって聞いてんだ。知ってます。今ここにがいいんだけど、にも行ってくれる？私知ってるよ。よかったね。並木橋渡ってさ、南へしばらく行くと JR と交差する猿楽橋っていうのがあるの知ってる？猿楽橋？キャプテンは黒い帽子に青のジャケットを着て黄色いバッグを持って猿楽橋の下で待ってるって。そっか、そうだよね。あの、私は高校の制服を着ています。黒のリュックを背負ってます。かわいいね。ひろみちゃんは精神？精神女学院？違う。いや、心配してる。ひろみちゃんちゃんと来てくれるかなって。行きます。ありがとう、待ってます。はい。
ラブホテル行きたいんだけど。精神の子が好きなんですか？精神？さっき電話で。ああ、一応精神の子でひどい目に遭ったことがあってさ、夜中に家の前に灯油の缶を持ってじーっと立ってんの。いきなり後ろからストッキングで首をガーッと締められたことがあってさ。すごすぎる。精神で A 型で魚座で鳥取県出身で末っ子の子だった。出してあげてもいいかな。はい、どうぞ。ごめんな、暗くて怖かっただろう。でももう入れないからな。写真撮ってもいいですか？ああ、ごめんね。には俺だけの名前があるんだ。ホールじゃなくて？それはマイケルの肩に止まってるやつの名前だろ。こいつは別の名前がちゃんとあるんだな。なんて言うんですか？名前を教えられないよ。名前を簡単に人に教えちゃいけないんだよな。好きなシベールの日曜日みたいに。なぜこの男はこうも簡単にぬいぐるみと話をする奇妙な自分の姿を私の前にさらけ出せるのだろう。そりゃもう会うこともないからじゃないの？そうそう、こいつとはこれきりだって思ったら何だっているじゃん。別れた時とかさ、旅の恥は書き捨てって、これは違うか。そうだ、この男とのつながりは数時間もない。私は今の時間を金で買われた女なのだと初めて自覚した。の一つ聞いてもいいですか？何？ひろみちゃんが質問があるんだって。何って？そのことはいつ知り合ったんですか？10年以上前かな。親父とおふくろが離婚する前の年の暮れだから10年以上前か。家族3人で旅行に行ったんだ。確かフロリダでもワールド行ったんだけど、親父と俺がそれが最初で最後の旅行になっちゃったんだよな。キャプテンはその頃にフロリダで始まったばっかりだったから、ロスでももちろん浦安でもやってなかった。3日間は通ったからな。映画を10回以上見たよ。2日目にお土産屋でに会って、欲しいって言ったら親父がすぐに買ってくれたんだ。親父と映画見たのもあれが最初で最後だな。親父はつまんねえって顔して見てたけど、あの映画大人が見ても面白いんだけどな。それでも10回以上一緒にいた。の本名は親父がつけてくれたんだ。だから世界中で俺と親父しか知らない。この先でいい？もうどのぐらい？わかった。全部終わってから払う。全部終わってから。休憩で403。の、あと1時間と少ししか時間ないんですけど。問題ない、1時間あれば十分だ。空いてない？いいえ、ごめんなさい。それ多分メニューだから何か頼めばいいじゃん。それがもう8時半に待ち合わせあるんで。8時半なんてまだあと75分もあるよ。私これ自分で払いますから。そんなんいいから。74分になった。じゃあ
チキンピラフ。結構援助交際とかやってんの？こういうのは初めて。こういうのって？こういうとこに来てエッチするってやつ。なんで今までやんなかったの？別にやる気なかったし。なんで今日やる気になったの？欲しいものがあって、それで。何？それはグッチのバッグとかそういうやつ？違う。わかった、指輪だ。そうなの？指輪か。どうして？指が綺麗だから。似合うだろうなんて。本当ですか？嬉しい。教えてやろう。ひろみちゃんがね、指輪買うんだって。なんだよこれ。大丈夫か？の、私縫いますよ。道具とか持ってんの？一応。取ってくるよ。あら、ごめんなさいね。先食べなよ。治療が先。冷めちゃったか？少し。でも美味しいです。お前ってつい話しかけたくなっちゃうよな。うん、よく言われます。そうだ、あれ聞いてみようか。何ですか？もしここに神様が来たら一つだけ願い事聞いてくれるって言ったら何願う？願い事ですか？何でもいいんだよ、一つだけなら。うーん、1兆円とかでもいいんだぜ。お金はいらない。あ、そっか、指輪が欲しいって言ってたんだよな。指輪でもない。何？笑わない？うん、何？胸が大きくなりたい。ね、私ちっちゃいですからね。他の部分は大体好きなんですよ。許せるっていうか、うん、やっぱり胸かな。なんか胸以外に世界一頭良くなりたいとかそういうのないの？世界一頭のいい人ですか？そういう人って辛そうだから。女子高生ってみんなそんな感じなんだ。多分。キャプテン O さんは？俺？うん。神様に何をお願いするんですか？わかんない。これっていうのはいつも考えるんだけど、いつもわかんねえんだよな。うわ、白いやつがついてるだろ？あの女の人のなんかヒダヒダみたいなところの隙間についてるやつ。俺あれ嫌いだからさ。ちゃんとに取って。悶々として、このテリトリー坊主を作っておったら、その脇で健太が嫌みったらしくこのペディグリーちゃんも怒鳴りつけて、お前に父さんの何が分かるんだ、少し上げなさい。健太が私の子かどうか、そんなことはどうだって。国際社会における日本の立場、これはね、我が家における私の立場と一緒なんだよ。バカにされてるんだ。日米関係だって。
こっち来いよ。この子言うこと聞いた方がいいよな。言うこと聞かなかったら殺しちゃうかもしれないもんな。来いよ。おい、言うこと聞けよ。おい、殺したりしねえか言うこと聞けよ。おい、うん？おい、なんだよ。え？別に小さくないじゃん。白いのが取ったのかよ。え？白いのが取ったのかよ。ちゃんとに取ったんじゃ。お前裸だろ。俺は服着てんだよ。こんなことしたらダメなんだよ。え？知らねえ男の前でよ、平気で裸になったりしてダメだよ。誰だってよ、自分のこと必要としてる人間が一人はいるんだよ。な？そいつがよ、死ぬほど悲しい思いしてよ、死ぬほど苦しんでよ、泣きたいような辛い思いしてよ。そいつがお前よ、大切にしてる女が他の男の前で裸になってたらお前どんな気持ちになると思ってんだよ。おい、なあ、どんな気持ちになると思うんだよ。え？お前全然分かってねえよ。自分がお前こうやっている間はよ、私のことなんか誰も考えてねえって思ってんだろ。おい、なあ、とんでもねえよ。おめえが裸でいる間にもよ、死ぬほど悲しい思いしてる奴がいるんだよ。なあ？分かってんのかよ、マジでよ。ふざけんな。おい。おめえもよ、これでやっちまうつもりだったんで、失神させてよ、慕えてやるような感じでさ、金取って逃げるつもりだったんで、な？お前でも許してやるよ。話してて面白いしさ、のことも直してくれるからさ。それとおめえにギャラ払ってやるよ。インドの相場でさ。え？な？一緒にいた時間がさ、1時間とちょっとだからよ。サービスで2時間分な。下げんな。どこに行くの？どこにも行くところがない。どうするの？何もしたくない。誰かに会いたくないの？会いたくない。こんなこと誰にも話せない。携帯返さなきゃ。
ろみちゃん。お座んなさいよ。ひろみちゃん、泣いた？あ、そうだ。おかげさまでプリちゃん助かったんだよ。え？助かったの。内臓がね、前から病気だったんだけど、ちょっと前から変だったんだけどね。血統書付きってさ、弱いんだよね。犬でもそうだけど、雑種の方が強かったりするよね。ひろみちゃんは猫好き？犬の方が好き。猫も好きだけど、うん、不思議なんだけどさ、猫型人間って犬が好きだよね。犬型人間は猫が好きなの。猫型？そう、猫型。身勝手ね。犬型、尽くす。僕は典型的な犬型。あれから一度ね、吉尾から電話があったのよ。最後の電話なんだろうけど、最後の喧嘩しちゃったよ。まあね、言ってもしょうがないんだけどさ、あいつまだ若いから。僕だって若い頃何にも考えてなかったしね。まあ今はしがない物書きやってるから、そんな偉そうなことは言えないんだけどね。吉尾にも物書き、うん、テレビのバラエティや音楽番組の構成台本書いたり、たまにドラマ書いたり。教会の人なんですか？まあそういうことになるかな。あの、前に何かで聞いたんですけど、お前がこうやって裸になっている時、誰かが死ぬほど悲しい思いをしているんだぞって。それってどういう？そのセリフ考えた人って優しい人だね。だってさ、それはお前には価値があるっていうことでしょ。安売りするなっていうことでしょ。裸っていうか、自分の存在が誰かにとってとっても価値のあることだから、その誰かは死ぬほど悲しい思いをするってことでしょ。どうしたんだ？疲れた。水着いいの買えたの？うん。お前今日母さん頑張ったんだぞ、うん、12位と14位だからな。この間なんか足つってリタイアだからな。見ろ見ろ見ろ、どうだ。男の夢の結晶だぞ。お父さん、ヒロミにも見せたんだからもういいでしょ。道楽は終わりにして明日までに片付けてくださいよ。分かってる。ああ、でもまた1週間で消えてしまうか。私が手伝いますから。いいよお前。夕飯は済ませた。何食べたの？ピラフ。ピラフか。疲れたから寝るね。おやすみ。来たいね。来たいな。おやすみ。もう寝るのか。おやすみ。
やっぱり指輪はない。当たり前よね。家族の優しさが鬱陶しいのね。うん、でも誰も何も悪くない。私が悪いことしてるんだと思う。あの指輪はどうするの？諦めたくない。でも自信がない。一度失敗したことをもう一度手に入れようとする自信がないのね。サチがダンスを習い始めた時、一緒にやるつもりだったんでしょ？でももう追いつけなくなった。ナオが自分のパソコンを自分のお金で買ったと聞かされた時、罪悪感に包まれたわね。なんか針で刺されたように痛かった。ちーちゃんが一人で大人の感覚に入り込んでいると知った時、置いていかれた気分に包まれたわね。ただ何も言えなくて寂しかった。自分には何かが足りないと思いながら友達とはしゃぐのは難しい。何かが足りないという個人的な思いはその人を孤独にするから、時が経てばあの指輪とのつながりもゆっくりと消えていく。何かが欲しいという思いをキープするのは、その何かが今の自分にはないという無力感をキープすることで、それはとても難しい。きっと私にはできない。暗く狭い地下の廊下を手探りで歩いていた。突き当たりに大きい古い冷蔵庫があった。冷蔵庫の扉は錆びついていて重い。開けるときに嫌な音がした。中には何匹かの犬が凍ったまま入っていた。さまざまなポーズで凍りついた犬たち。手前の一匹を私は抱きしめた。犬は腕の中で溶け、やがて尻尾を振って嬉しそうに吠え始めた。